そういう目先の話じゃなくて力強く要は相手 その狙うべきところにしっかり こっちが狙うプレーをしてさファールもらいながらもシュート決めたとかそしたらディフェンスしっかり足でついてファールしないで足でついていって相手のターンオーバーを誘うとかそういう泥臭いところの積み重ねがより高いレベルになればさ求められるわけだからだからそこはみんな気を引き締めてまた明日しっかりやりましょう、はい、もう次の試合で自分が何してるかにフォーカスしてあと2日過ごして、全員でベスト8いけるように頑張りましょう。はい、以上です。まあ、今日の試合、全体的に、まあ、ハルキは途中言ってくれて、まあ、少し上がったけど、みんな引き抜けた部分だし、それは自分も含めてそうだし、やっぱこういう力の差が分かったっていう時には、普段のプレーから質を1段階上げなきゃいけないと思いました。あと、明後日の帝京ハイスの試合も、まあ、どうなるか分かんないけど、そうな分かったら、やっぱり自分たちじゃなくて、個人の中でも目標を決めて、自分のプレーっていうのをどんどん伸ばしていくために頑張っていきましょう。はい、はい、あの大会中に成長絶対できると思うから、チームとしてもね。なんで、もうそこに自分ができることをしっかりやりきって、はい、はい、またお会いしましょう。1、2、3、チェンジ。え、戻したあれ。今何分だ？まあ、また明日、まあ、どちらか分かんないけどさ、あの体のケアをしてさ、あの明日に向けて準備をしっかりしましょう。はい、お疲れでした。はい、まあ、ゲームのことは今日は今日なので、また明日に向けてフォーカスしてほしいんですけど、あとはもうフリーのシュートを思い切り打って、皆さんを思い切りやって、この1ヶ月、まあ、いかないぐらいみんなでやってきたことを出すだけだと思うので、はい、コミュニケーション取り続けて頑張りましょう。大丈夫？はい。明日は本番なわけだから、まあ、今日の試合も100点には程遠い試合だったから、まあ、その流れを作っちゃって俺が反省するべきでもあるしやっぱ今日の試合を引きずる必要はないけど今日の試合個人個人で今日の試合から学ぶべきものもたくさんあると思うからしっかり見て明日備えて頑張ってみましょう。はい、ワン、ツー、スリー、チェリー。
この1、2年のメンバーでさ、今後もさ、個性ライブの優勝戦っていかなきゃいけないわけだから、まあ、だいぶね、このチームってどんどん良くなっていればいたんだけども、まあ、苦しくな、まあ、しょうがないとしか言いようがないんだけども、まあ、今回の新人戦を通じて、自分で、思ったこととかさ、感じたことをもう一回自分で精査してみて、次につなげるようにしましょう。はい、そうさん。おっす。おっす。おっす。まあいいゲームだったと思うしね。最後まあ勝ちね、みんなそうだけど勝ちたかったけどね。まあちょっとまあこっちのね、なんていうの、まあ、ミスもあったと思うし、まあ、そこは申し訳ないなと思うんだけども、まあこのまあ今日の試合もそうだしさ、やっぱみんななんていうの、自信をにつなげてほしいんだよね、こういう試合を。まあ、やつらはね、一部で、まあ、頑張るようなチームだけども、まあ、俺らは全然そこには、まあ、負けるようなこともないし、まあ、個人個人でさ、少しでも成長を感じたと思うし、まあ、これ大事なことはさ、まあ、当然今日はさ、まあ、悔しいと思うけども、また次ね、秋リーグ戦があるわけだから、それに向けてね、やっぱチームとして、もっとその気をつけなきゃいけない、なんですか、まあ、普段さ、まあ、ユータとか言ってることでさ、実際本当試合を通してやっぱ40分それを遂行するって結構大変だと思うのよ。本当に体力がどんどん落ちていく中で自分の頭がさ働かなくなってきたりとか、やっぱりそれをさ、でも逆に言っちゃえば前半ねあれだけ良かったわけだから、それを40分さ遂行することができればさ、まあ、絶対勝ったわけじゃん今日だって。まあ、だからこそもう一回ね、そのみんなでやっぱやるべきことを整備して次のリーグ戦に向けてね、またチームとしてレベルアップして、まあ、リーグ戦はとにかく絶対勝ち続ける、全勝で上切れるように頑張りましょう。はい、お疲れ様でした。はい、まあ、まずこの1ヶ月1年生とまあメインでやってて、俺は結構すごい楽しかったし、なんていうの、この多分リーグ戦ってさ、上級生入ってきても試合に出るメンバーいっぱいいるじゃん。で、そういう選手たちがこう、まあ、ハルキがね一番喋ってくれてたと思うけど、その中で自分たちでどうしようっていうのが、もちろん俺らが求めてるレベルにはまだ全然達してないかもしれないけど、前の自分と比べたらどうだったかっていうのをしっかり考えてみてほしくて、このトーナメント終わった瞬間の自分と比べて、今はこの1ヶ月みんなにやってみてどうだったかって考えたら、まあ俺の目から見たら成長してない選手は多分一人もいないと思うので、今日のゲームに関して言えば、もう最後のシュートは40分間の俺らが80本、90本ぐらい打ってるシュートの中の1本じゃん、岡部打ったシュート。それは入ったか入んないかの結果でしかないんだから、そこまでの過程の中で自分たちがもっと突き詰められることが絶対あるはずじゃん。早稲田はオフボールずっと喋り続けて、俺らがもちろんねシステムが違ったりするからいろいろあると思うけど、まあ、でもやっぱりそこの、なんていうの、勝ちへの思いというかさ、っていうところではやっぱり俺らはこう怪我人出てっていうところで、まあ、こっちもね、乗せきれなかった部分もあるし、自分たちがやっぱり日頃の甘さがね、こう出る試合だったかなと思うけど、まあ、もうこの瞬間は帰ってこないわけだから、リーグ戦勝って、インカレチャレンジマッチ勝って、インカレ出て、もう一回一部のチームといっぱい試合できるように、あと3ヶ月、4ヶ月ぐらい、3、4年生も含めて全員で頑張らなければいけないと思うので、新人戦、俺らがさ3月早稲田に負けた時も喋ったけど、
やっぱりこう負けた試合を経て自分たちが成長しなきゃ何も意味ないと思うから、まあ、それはもう本当に今後のみんなの行動に、まあ、俺は楽しみにしてまた一緒に練習頑張ろうと思うので OK みんなもしっかり振り返って、いや、いいプレーめっちゃいっぱいあったよ。だからもう一回自分たちが何を目指すか考え直してやることが大事ね。 OK はい、以上、お疲れ様でした。自分からもいいですか。いいよ。この1ヶ月間ぐらいやってきて、やっぱりこの40分の一部のこの40分の強度でやっぱいつも練習しないといけないと思うし、やっぱ今日3人怪我が出たけど、やっぱ怪我人がいるから負けたとか言い訳にならないし、最後のシュートが入るか入らないかで勝敗決まってたのもあるけど、別にそんなことよりももっとそれ以前の問題のやっぱ練習の強度だったりとかをもう一回見つめ直して、今悔しいのはもう当たり前のことだけど、やっぱこの悔しさを秋 3,4 年生練習入ってきても同じこの悔しさをもう一回味わわないようにしっかり練習することが今一番大事なことだと思うから、今悔しいのは当たり前だけど、これを日頃の練習にもう一回持っていっていつも強度を上げてやっていきましょう。はい、ありがとう。じゃあまあこの1ヶ月やってきて、まあ、個人としていろいろ成長したと思うし、まあ、チームにとって自分が何ができるかっていうことが分かった1ヶ月だと思うから、まあ、3、4年生入ってきてもこの1ヶ月っていうのを何しないで、自分の何をやるべきことなのか、何を身につけないといけないのか、自分の苦手なことなのかっていうのを気をつけて、でこの悔しさっていうのを生かして3、4年生入った時に自分たちがそのチームを押し上げるバネになるようにしっかりその悔しさを生かして頑張っていきましょう。お疲れ様でした。大丈夫か。大丈夫。はい、終わろう。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 終